さあ皆さんこんにちは、飛行船アグリ、専務の奥田博信です。今回3月24日いよいよですね、第14弾となる14回目になりますよ。三陸を思う、復興は、これからだということで感謝祭をやってきましたが、今回能登半島の、大地震、その災害復興に対しての、三陸の思い、そして栃木の思い、能登、復興への道ということで感謝祭をやることが決定しました。日にちは3月24日、飛行船鹿沼店北展示場にて今会場作りに入っていますが、今回なんといってもですね、三陸の海産物、牡蠣にホタテに生わかめ、そして能登の、再開した能登牡蠣、その、コラボレーションでみんなに美味しい、三陸の美味しい、能登の美味しいを味わっていただいて、その、売上金を、能登半島に義援金支援金に変えていこうという感謝祭、能登復興感謝祭ということで3月24日行うことが決定しました。来店来場無料です。そして美味しいを味わっていただいて、三陸の美味しい、能登の美味しい、そして能登を思う、足を一歩踏み込んでいただいて、能登行ってみようかなって、そういうふうに思ってもらえたら、ありがたいかなと思っております。さまざまなパフォーマーとか、現地の様子、映像でもラジオでも、伝えていきたいと思いますので、ぜひ3月24日日曜日、午前10時から、夕方5時まで、車で来られても駐車場いっぱい完備しております。ぜひ遊びに来てください。そして美味しいを味わってください。待ってまーす。